流れ星が消えないうちには、橋本つむぐによる小説。出版社は、新潮社。2014年、新潮文庫の100冊にもラインアップされている。2015年には映画化された。かつての恋人を思う直子、今は亡き親友を思う匠、直子と匠をつなぐ家事の存在、周囲の人々との日常物語。橋本の他作品と同様、車輪の か、銀河鉄道の夜などの文学小説が作中に登場する。また、この他に月や星座、流星群といった天体、野球やサッカー、ボクシングなどのスポーツなども登場する。千葉県を舞台にしており、これは作中の設定や描写、一部の人名にも反映されている。橋本の代表的な作品、半分の月が昇る空のとある大きなテーマを、 別の角度から描いた作品としても話題を集めた。2007年2月にはベネッセによる高2真剣プロシードテスト模試に問題文として出題された。ナオ子はいつから加減関で寝る生活をしていたが、ある日父親が家出してきて、どこか奇妙な親子での生活が始まる。その頃、ナオ子の恋人、匠はボクシングの練習で山崎先輩にこうくらい 身の在り方を考えていたそんな二人の共通点は、ナオコの恋人であり、匠の親友たる、家事の存在だった。同名タイトルで、2015年11月21日、公開。監督は、芝山健治、主演は春。2014年12月から、クランクイン市、武蔵野市と三鷹市で、オールロケが刊行される。ありがとうございます。